皆さんこんにちは、ビーレジェンド板垣です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。はい、今回も堀ちゃんが来てくれました。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回は、ナルトのコラボプロテインを使って、チャーハンを作りました。で、今回は、レビューの紹介 と、スペックのご紹介をしていきたいと思います。いや、楽しみです。 ありがとうございます。すごい工夫されたっていうのは聞いてたんで、ちょっと細々と試作してました。よし、じゃあ早速、はい、はい、せーの、いただきます。ありがとうございます。あ、すごい本格チャーハンですね。なんかこうパラパラ感が。そうなんです、結構パラパラしすぎたかなって若干ちょっと気になってますけど、うん、こんな感じですか。うん、なんかいい味がします。深い味。うん、はい、ちょっともうちょっと飲む。なんか味付けが今回これだけしか使ってないなくって、醤油とか多分こういうのって、まあ、塩コショウとか入れるのが一般的かなと思うんですけども。あ、これだけなんですか。あ、だけです。そしたらめちゃくちゃ美味しいです。あ、よかったです。うん、なんか私が学生時代の時にめちゃくちゃ料理うまい女の子がいて、なんかチャーハンをなんかこう、なんだろう、なんだ、本格的な、なんて言ったらいいですかね、なんか味噌豚骨の素みたいなやつをなんかこうペースト状になってるんですけど、それを入れて作ってた子がいて、なんか、あ、そうしたら本場の味が出るんだなと思ったのがだいぶちょっと学生時代の思い出になります。よかったです。これ結構油が少ないチャーハンになるので、結構まあ、よりパラパラとした食感だったりとか、まあ、食べてるぞっていうような感じが欲しい方であれば、油もちょっと足してもらっても美味しくできます。今回ちょっとサラダ油で作っちゃったんですけども、本来ごま油で作ってもらった方がより風味がアップするのでおすすめです。でもお肉入ってないのに、はい、豚の豚骨のスープの豚の香りがちゃんとして、すごい不思議な感じです。なんて言ったらいいのかな、うまく言えない。なんか結構これもパッケージ開けた時がすごい豚骨が香りを主張してくるので、もうここにいるぞと言わんばかりの豚骨が、すごい本格的、いろんな具材の味がします。ちゃんと、そうですね、結構これ見てた、このなんかこうプロテイン自体のスペック見てたんですけども、ごまとか入ってるので結構、まあ、このプロテイン自体がいろんなものが入ったような味になってるので、まあ、いろんなお料理楽しめるような、プロテインかと思います。食事前結構コメント欄だったりとかインスタグラムでなんかトレーニングについてお問い合わせいただくんですけども、トレーニング 前になんか何食べますかっていう質問が多くって、堀ちゃんは何食べてますか、トレーニング前って。私は羊羹を食べます。あ、羊羹。うん。よくコンビニとか。あ、そうです。これぐらいの50円ぐらいのやつ。なんか下からこう繰り出すタイプ。あ、そうです。美味しいよね、本当に。毎回あれ食べます。なんか結構和菓子って脂質が少ないから、もうすぐに、まあ、エネルギーになるから、あれはすごく重宝しますよね。そうなんです。日持ちするし。あ、ちっちゃいし。この間衝撃的だったのは100均とかであれまとめて売ってあることが、知らなかった。もうこれトレーニングのための100均かなと思って、結構お気に入りの店舗に私はなっちゃったんですけど。でも最近ですね、羊羹にしたのは、なんか羊羹いいなって思ったのが、結構いろいろいますよね、羊羹派とかアンパン派とかって、ちなみにそれまで何食べてました。それまでは、正直皆さんにはトレーニング前しっかり栄養をとってくださいねって言っておきながら、結構お腹空いた状態でやってしまうことが多くて、まあ朝とか行ってたんで、あ、それは朝起きてご飯食べる前に行っちゃったりとかしてたんで、お腹ペコペコで何も食べずにやってたんですよ。そうで、最近羊羹食べ始めて、やっぱなんかそうエネルギーがみなぎる感じがあるなと思います。なんかこう、な
なんだろう、ちょっとあともうのワンレップみたいなところでなんかこう踏ん張れるのが、うん、なんか糖質の凄さかなと思いますね。そうですね。なんか染田さんがいつも、まあ、前席隣だったんですけど、うん、あのジム行く前にめちゃくちゃあのアンパンとか食べられてたんで、あ、なんか食べた方がいいんだなっていうのもあってちょっと影響を受けたところもあります。若干だって、ね、染田さん、うん、アンパン食べてあの体作ったと思ったら、ね、うん、アンパン大事だなってすごい思って。そうですね。で、なんだろう、あの、まあ、アンパンなんか小分けになってるアンパンだったりとか、もう一個の丸い大きいアンパンだったりとか、うん、結構なんかこう近所で買えるアンパンの種類はだいぶ染めたから覚えたなっていうのが、そんな種類あるんですかぐらいね、いろんなアンパン食べられてるんで、そう、ちょっとアンパンマイスターじゃないかなとか思ったりとかしてるんですけど。板垣さんは？私はあの、うん、なんか今ちょっと休会しちゃってるんですけども、うん、通ってるジムの前があの和菓子屋さんなので、うんうんうん、そこで大福調達したりとかはしてますね。あとはあの、そうですね、和菓子がやっぱり多かったんですけども、うん、なんか何も栄養勉強する前になんかこうチョコレートとか、あの、なんでしょう、なんなんなんて言ったら、あの、こう海外のお菓子で結構チョコレートコーティングの中になんかこうピーナッツのペーストがあるみたいな、あ、はいはいはい、ああいうなんか甘ったるいもの食べてたらなんか元気が出るとか思い込んでやってた時期もありました、うん、今となってはって感じですけどなんか胃が もたれて仕方なくて、私体力ないなと思ったんで、胃の問題でしたね本当に。そうですね、やっぱり和菓子の人多いですよね。なんかあんこの食べ物の方がなんかいろんな話聞いても多いなっていう印象があります。やっぱ皆さん勉強されてるんだなってすごい思いますね、うん、ちなみにあんこの話でもなんですけども、あのたい焼きってどっちから食べます？頭から歯とか尻尾からとか、ね、尻尾、あ、尻尾、え、尻尾ですね。え、なんで最後に美味しいところを食べたいっていう派ですね。あんこたっぷりの最後に頬張りたいみたいな。なるほど、タイプ。なんか私頭からなんですよ。あ、逆。そうですね。なんかもう、なんかあの、これすごい、あ、腑に落ちるなっていう説明があって、うん、なんか小学校ぐらいの時に、なんかこう、お父さんが読んで漫画貸してもらって読んでたんですけど、なんか結構マニアックなことを紹介してる漫画で、で、あの、なんでしょう、主人公となんか登場人物がそれどっち派になるかっていう討論をしてるシーンがあったんですよ。へぇ。で、主人公がすごいいい説明してて、なんかこうアイスクリームのコーンの役割やから、うん、なんかこう最初にクリームのところを食べるでしょみたいなことで、それと同じで最初にあんこを食べて、なんかこうコーンのところにお口直しにつながっていくんだよっていうのをすごい言われて、あ、そうなんやってすごいよ。なるほど。それがすごい、なんだろう、私の中で固定概念みたいなって、ああ、尻尾からかって今なりました。そうですね、私はそうですね、あんまり考えたことなかったけど、そうですね。なるほど、うん、じゃあそれじゃあなんかこうアンパンの話に戻るけど、コシアン派ですか、つぶあん派ですか？断然コシアン派です。なるほど。コシアン派ですね、何でも。そこでも分かれてしまった。コシアン派ですか？コシアン派です。え、なんか、あの、コシアンが好きな方って、つぶあんが逆に苦手っていう風な人が多いんですけど、うん、苦手とかではない？まあ、苦手までいかないけど、コシアンだと思って、つぶあんだった時は、ショックがでかいです。あれありません？なんかそう、大福食べたりとか、私かしわ餅がめちゃくちゃ好きなんですけど、はい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 、かしわ餅ってこしあんだって思ったんですよ、ずっと。でこの前買って食べたらつぶあんだったんですよ。あ、あ、違うって思って、ちょっとそれは そういうショックはあります。そう、なるほど、そういうことか。そう、なんかこしあんを期待してたけれどって、そうなんですよ。あのつぶつぶにちょっと噛んだしもえってなる。うん、そうなんですよ。つぶあん派なんですか？つぶあん派なんですよ。なんか食感を楽しみたいっていうのがあって、うんうん、これも本当にケチな話なんですけど、私本当に何だろう、早食いであんまり噛まずにものを食べてしまう癖があるので、ちょっと噛んでもらった方が、あ、これってこんな味なんだとか思いながら、結構味を噛みしめる感じでお得感あるなとかすごい思って、うーん、なので、そうですね、あの小豆の噛み心地、歯ごたえとかも込みで好きってことね。そうなんですよ、あの微妙なあの皮の感じみたいな感じで、へ、あれをなんか歯でシャリって鳴らしながら食べるみたいなのがあって、私は結構お得感あるなと思って食べてました。なるほど、はい、あんこの話で膨らみましたよ、うん、
きですかね。尺は、はい、はい、いいですか。めっちゃ中身のない話、何これみたいな。はい、今日は、フリートークでは、トレーニング前に食べるもの、あとたい焼きの頭からか尻尾から食べるかの話、粒あんとこしあんどっちからどっち派ですかということをお話ししました。で、結構まあ、皆さんいろいろ分かれるかと思うので、ぜひ皆さんの意見をぜひコメント欄に書いてください。あと2人がゆるく返信します。粒あんの方が美味しいかなと私個人的に思っています。食べきりたいんですけど、飛ばしてもらっていいですか。カットしてください。なくしたらスタートで。粉っぽくも大丈夫今回。あ、全然です。よかった。全然完食。はい、今回もあっという間に堀ちゃんが完食してくれました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。結構ご飯の量、今回お茶碗1杯分で 150g だったんですけども、皆さんが食べる量を組んで調整してください、うん、ちなみに家で 100g で作っても、まあ、ちょっと具が多いかなぐらいで美味しくできたので、 100g でも美味しくできたので、皆さんもよかったら調整してみてください。では、今回の、ナルトの味噌、一楽の味噌豚骨風味を使ったチャーハンが、美味しそうだなと思った方、グッドボタンを、あと、粒あん派の方、こしあん派の方、ぜひコメントに残していただければなと思います。はい、今日もありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。